こいつ、関東名古屋なんだから携帯電話いじってんの、ほら見えるこの子やば、だからわけも分からずブレーキ読むじゃん。この先止まればいい、止まればいい、すごいよね、やばくない、ずっと使ってるよ、なにあれやばいじゃんあれ。え、じゃあさ、そう携帯いじるのもそうだけどさ、え、なんであれをさ、わかる、この位置で見るんだろう、こうやってできないのかな、え、やばくない、ね、しかもさ、あんなスケスケの車でさ、よくやるよね、やばくない、一回もやめない、一回もやめない、ずっと見てる、すごっ、あ、注意してください、いや、なんかゲームっぽかったよ、やばっ、だってこれもし俺がパトカーだったらこいつもうアウトだよ、うん、これなみたいにね、ちょっとーって違う、確かにちょっと押してみよう、うん、めっちゃフラフラしてる、怖い怖い、男女、何やってる、ほら男だ、なんかインスタ見てない、うん、ほら、え、ツイッター、ツイッター、うん、一人だよ、しかも、うん、それさ、ツイッター今見なきゃいけないものなのかな、わかんないねえ、しかもさ、ヘッドライト1個切れてるでしょ、ほら、めっちゃフラフラしてた、ね、さあ、ああいうやつが言うんだよ、飲酒と一緒でさ、いやいや、俺携帯使ってたもん、事故んねえからって、いや、そういうこと言ってんじゃないんですよね、そういうふうに置いとけばいいのね、置いとけばいいじゃん、痛いんだったら、そう